はい、どうも、さあ、こんにちは、山猿です。というわけで、前の動画でですね、ついにね、ボルマーが星6になりましたよっていう動画を出したんですけども、まあちょっとね、僕の見せ方が非常に下手くそで、本当に申し訳ございませんでした。はい、今回はですね、装備何もなしで、ちょっとメインチャレンジをね、やっていこうかなと思います。25ぐらいでいいかな。はい、やっていきましょう。はい、で、僕ね、よいしょ。やったんですよ、一回。チャプター20で。チャプター20でやって、一回やってみてですね、しっかりとね、その撤退っていうのがね、よく分かったので、まあ、それもね、しっかりと解説していけたらなぁと思います。はい。でね、撤退っていうのがね、ちょっとね、僕勘違いしてたんですけど、僕画面外っていうか、撤退っていうか、雑魚敵が逃げてくと思ったんですよ。でもよく見たらっていうか、やってみたらちょっと違くて、なんかね、こう向かってくるじゃないですか。こうやって向かってくるんですけど、こうなんか蓄積されて、そのなんか無本なんとかっていうのが蓄積されると逃げてくんですけど、その逃げた瞬間にどっか行くんですよ。ちょ、何言ってるか分かんないと思うんだけど、僕は別にどっか行くとかじゃなくて、まあ、普通にこうどんどんその主人公から離れて、ボルマから離れていくのかなって思ってたんですよ、単純にね。でも違った、そうじゃなかったっす。何言ってるか分かんないと思うけど、で僕のその星6になりましたって言ったボルマの動画のボス戦になった時のですね、ボスの HP ゲージの下になんかね、紫色のなんか変なやつ溜まってるんですけど、あれは何ですかって言われたんですけど、あれはですね、僕も最初よくわかんなくて、ちょっとそのコメントちょっと無視、スルーしてたんで、ほんと申し訳ございません。スルーしてたんですけど、判明したので、今ここで言います。ですね、あれはですね、なんとですよ、ゲージが、左からこう、こう徐々にこう左からこう徐々にこうね伸びていくんですけど、それが溜まったらですね、なんとボスが撤退するんですよ。と思って、俺も最初知らなくて、撤退してったと思って。そう、だから HP が残り 80% とか 90% あろうと、いや多分ね、多分ですよ、多分そのゲージが溜まっていけば撤退する、もう勝ちなんですよ。もうそのボス戦は勝利みたいな感じ。ただ、その僕がやったのが、チャプター20で、ボス自体がそんな強くなかったんですよ。だから今25来てるんですけど、まあ、ただ一回やってみて、最後の最終ボス、ラスボスで、頑張ったり HP 削らないように、その、立ち回って、この範囲内に収めようと頑張った結果のやつで、なんとかね、その HP が残ってる状態で、撤退させることができたので、それはね、お見せしていきたいなって思ってるんですけど、全然出てきてくんないの。全然レベルアップで、全然出てきてくんない。まあちょっとね、その時が来たらまた行きますので、それまでカットしましょう、カット。はい、やってきました。寝返り工作お金の力。はい、じゃあ説明しますね。こう、撤退モードみたいになると、ほら、消えるんですよ。こんな感じでね。ほら、勝手に消えてくの、豚ちゃんが。僕はね、外に逃げてくのかなって思ったら、ほら、こうやってね、消えてくんですよ、撤退って。本当にガチの撤退なんですよ。なるほどなと思って。で、結構もう、そっぽ向いた瞬間に、もうそっぽ、消えるんで、ただね、これね、まあ、良くも悪くもだと思うんですよね。これ多分経験値落とすしていかないですよね。そう、だから、まあ、いいんだけど、経験値落としていかないってなると、ちょっと何とも言えないですよね、これちょっとね。まあ、良くも悪くもですよね。まあ、だから、手に負えないぐらいの数来ちゃったら、まあ、確かに、ちょっとは、まあ、便利な気はしますけど、結局、その、経験値取れないんだったら、レベルアップにも繋がらないんで、まあまあ、でも、まあ、こんな感じでしたね。撤退こんな感じでした。はい。こう、消えてく感じね。消えてく感じ。まあまあ、面白いっちゃ面白いっすよね。これだから、無敵系の敵が来たらどうするんですか？金色のなんかシールドみたいなのもたまにいるじゃないですか。ああいう敵に対してやったら、一体どうなるのかっていうのはね、すごく気になりますね。撤退するのかな？しないよね、でもね。さすがに。
え、するのかな。まあ、結局は実用性はないですよね、結局ね。こういう風にやっていかないと敵を敵対させられないわけだから、まあ、実用的ではないですね、完全に。うん。まあ、遊びの範疇でね、やるんだったらいいと思うんですけど、その攻略、最新ステージを攻略とかってなったら、やっぱ結局キングとかね、そっち系になっちゃうんで、まあまあまあ、まあね、なんか、まあたまに、なんかこう、違うキャラ使ってみたいな、みたいな。おお、今、え、撤退した？あ、今でも落としてた？あ、なんだ、倒したか？わかんねえな。倒したか今。ちょっと見てなかったんですけど、あ、倒したか今。今倒した判定もらったか？簡単なステージを、なんか、そういう遊び感覚でやる的な、スキルかなって僕は思いましたね。はい。さあ、そろそろね、ボス戦が来るんですけど、まあ火力もね、あんまり出せない、攻撃スキル状態なんで、ちょっとね、ボスも撤退させてみようかなと思います。頑張って。こうやってこうやってね。こうやってね。はいはいはい。こうやって、こう、ゲージが溜まっていくでしょ？ゲージが溜まっていくんだけど、こいつ動かない系の敵だから、ダメだ！倒した、これは。これは、ダメだ。倒してしまうやつだ、これは。こう、まあ、こうやって、こう、紫のゲージみたいなのが、こう、左から右に行ってるんですけど、ちょっと待ってね。あー、ダメ。こうなっちゃうとダメなんですよね。こうなっちゃうと。あー、これはちょっと、ダメな気がするぞ。これ横にいたらどうなるかな。あ、これいけんじゃない？あ、これいける。見てて。これでね、ほら、溜まっていくでしょ？ほら。お、撤退するんですよ。あ、でも、アイテムは置いていくんだ。経験値は置いてってないかな、多分。多分ね、雑魚的な経験値は置いてってないんですよ。ほら、結構ほら、ね、面白くない？なんか、あ、おう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 みたいな。そういう感じだよね。そういう感じになるよね。さあ、エリートが消えんのか、消えんのか。おい、消えたー。面白いね。エリートも全部消せるんですね。いや、無反抗度すごいな。ちゃんと、ボスもエリートも消せるんだな。消せるっていうか、撤退ですね。すごいね。はい、じゃあ、最終ボス来まして、さあどうなるやばい、手裏剣作れちゃったー。待って、これはやばい気がする。これは、あー、死んじゃったー。はい、か、コンティニューして、あー、これは倒したぞ。これはいけるか、これいけるかな。頑張ったらいけるかな。いや、無理かな。撤退させられるかな。撤退はいけるんでしょうか。頑張ったらいけるんでしょうか。撤退は、あー、倒しちゃった。はい、ってことで、装備をね、またガン積みしてきましてですね。こういうね、こう、黄色のこういう敵いるじゃないですか。こういう敵は、倒せんのかっていうのが気になったんで、あ、倒せるっていうか、撤退させることがね、できるのかどうかね、気になっちゃったので、やりまーす。はい、来ました、寝返り工作。さあ、これでね、こいつらが撤退すんのかっつうのがとっても気になるところなんですけど、まあ、どうせしないでしょうね。知ってるけど、まあ、どうせしないよね。え、これでしたら、だってね。あ、しないね、これね。あ、これしないね。あ、しないですね、やっぱり。やっぱしないですね。なるほど、わかりました。ってことで、これ、金色の、シールドを、まとっている敵は、さすがに撤退させることはできないと。わかりました。まあ、それはね、まあ、でしょうねってところなんですけど。まあ、そんなことよりね、まあ、工場チャレンジ。僕もね、やっぱ一時期苦戦しましたよ。一時期っていうかね。当初は苦戦してね。多分ね、コンティニューもしまくっての、確か、勝ちだった、勝利だった気がするんですけど。もう今はね、やっぱ猛者の鎧が猛威を振るってっから、やっぱやばいわ。負ける気がしないもん、こんなん。もうど真ん中にいるだけで勝てるもん、これ。工場チャレンジが。一番難しいかどうかわかんないけど、まあ難しいとされてたね、メガチャレンジの中で、工場チャレンジが、こんなにも簡単になってしまっているという、この現実がやばい。ワンチャンこれだって猛者の鎧1個だけでいけるよ、多分この感じだったら。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。はい、
まあ、なかなかね面白い性能にはなりましたけども、うん、で僕はねもう一個言いたいことがあって、この結局だからこのボルマーのこれ余るじゃないですか、これどうすんの、もうこれはもうゴミですか、ただゴミ、これ例えばさ、このスペシャルトレーニングあるじゃないですか、これボルマーのかけらとかでできるようにしてくんないかな、運営さんお願い、お金じゃなくてボルマーのかけらで1個消費でこう やれるみたいな、これどう皆さん、そしたらいい使い方になるんじゃないねえ、これよくないですか、この僕のこの意見採用してください、上の人、これかけら余ったやつはこれかけらでピースでできると、お金じゃなくてね、うん、っていう風にしていただけると幸いでございます。はい、というわけでね、ボルマ星6無本コード、今回はね、しっかりお見せできたんじゃないかなと思っておりますので、前の動画よりね、見やすいと思った人は高評価よろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。